はい、ひと月しみです。本日はですね、まあ、文春法が炸裂した松本人志さんのこの訴状のね、えー、内容でなんと精神的慰謝料だけで5億円というですねもうどないなっとんねんっていうもうそれも殺ピー事件の遺族だって3000万から5000万だぞっていう,こう,もう相場を完全に逸脱しなおかつなんか客観的証拠がないというふうに主張してる割には具体的なあの主張が何もない松本人志さんのこの訴状。 でこれ大変な「あのはてな」っていう感じの内容になっているんですが、まあ、松本人志さん芸能活動自粛ということで松本人志さんの出演番組がついに全て消滅というふうになって全然平気とかテレビがつまんないとかっていうふうに意見が割れているっていうことなんですよね。うん、なので、まあ、皆さんのね意見とかもねあの書いてほしいなというふうに思うんですけどもいやーこのね松本人志さんの昔の記事なんですけど。 私ちょっとなんとなくあの松本さんのね県でいろいろ調べていた時にですねふっと入ってきた記事があっていやこれやばいでしょっていう内容があったんですよこれは松本ひと志さん自身が自分で言ってる内容ですまさに女性物扱いとはこのことなんですがこれはですねあの松本人志自慢の彼女を友達にレンタル浜田もドン引き これどういうことなのかというと、特段でも何でもなくって、これ2019年の記事なんですけどもダウンタウンの松本人志が11日の放送の「秘密の県民賞ダウンタウンデラックス合体スペシャル」<laughs>。えっと、なんか思わず読むだけでむせたんですけど、何やても一回「えー、と秘密の県民賞ダウンタウンデラックス合体スペシャル」の中で。うん 元カノの秘密についてばらされる一幕があったと、うん、いうふうにこう言ってて、えー、ダウンタウンの出身地ねえー、あそう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 ,そうちょっとねおまさあのえっ、ー、と<ん>大阪の人間は何々が早いというね非常によろしくない発言したことありますよねあの<ー>ちゃんとあの説明しておきますけど兵庫県尼崎市ですからねうんあの出身はねあの大阪じゃないからね。関西関西 <laughs> もうね、余計に炎上すること言うな、ね、よ。関西だったら俺も含めてだよ。俺の初体験は20歳で。おもそも初体験いつだ。よ。い18。俺は千葉は本当に乱れてんだとか言ったっておかしいでしょじゃああの。18普通だろう。<laughs> 18普通じゃないです。 あの時12歳ってあの時はあの。まあまあまあまいまあまあねあの本間さんがね、あの全然前,前回ぐらいの動画でですね、なんか大阪の人間はね、初会が早いか乱れてんだよみたいなことを言って、もうそんなこと言ったらあかんと言って、<laughs> あの定コメントがありまして、私が代わりにお詫び申し上げます。もうそんなことあります。そして、さらに言うと、尼崎は大阪じゃなくて神戸だからっていうね。で、えっと、なんですけど、 兵庫県尼崎市で同郷の芸人だという純一ダビットソンが訪問して2人の中学時代の同級生に話を聞いてそこで得られた暴露話を、まあ、純一というです、ね、お笑い芸人があのスタジオで披露するとで、うんえー、それが松本が当時付き合っていた女性の話で元カノはかなり可愛かったせいで、えー、可愛かったらしいんですよねで松本は女性を友達に貸してデートをさせ彼女に 街、えー、行く人が何回振り向くか後で教えてくれと頼んだとでそしてデートが終わると彼女に何回振り向いたと質問して20回くらいかなと答えると松本はせやろと満足げな顔で帰ったいやもう何から何まで意味がわからないんですけどどういうことえっと付き合ってた彼女をまず友達にレンタルして。 で町をデートさせて、うん、でその彼女に何回振り向かれたっていうふうに聞いて20回くらいしたら「おおそうかそうか」そうかーってど,どういう性癖なのこれ。<laughs> でしなんかこれはねあのー、なんか女の人を物扱いじゃないですか、まあ、これあのトロフィーワイフって言ってね あの女性をあの自分の勝利の象徴としてトロフィーのように掲げるっていうので、まあ、海外の言葉なんですけどもあの成功した人がーっとなんかモデスーパーモデルとかと結婚するとか,、うん、なんかそういう時に使われるんですけど、まあ、要するに自慢するためのアイテムとして使うか、うん、そのいや可愛い彼女なのかどうかは、まあ、別にそれはご自由にっていう感じなんですけどなんか友達にレンタルして。 でうんいやこなんかこの頃からもう完全に女の子女の人を物扱いしてんのっていうのは私ちょっと衝撃を受けたれさあいつ頃の話のことして2019年のいやいやいや尼崎の頃<う>尼崎の時代の話ですあじゃあもう本当に初期の頃ってうそうそう,そう,そう,そう初期の頃中か<ー>もう下手すぎねもう2000年の頃 とかじゃ <laughs>、うん兵庫県尼崎市ですから <laughs> だって高校まで尼崎だからね <laughs> であの高校卒業してからなんか印刷会社に内定もらってたけど浜田に誘われてお笑い養成学校行ったんでしょ <laughs> 確かそういう流れでしたからいやーなんかえー、ちょっとこれ私はどうかなと。 いう,ふうに思うまあでもその頃からそういうことには躊躇な躊躇がないっていうことなんだね、うん、多分。ってことはさなんか守備一貫してんじゃん昔からあそうなんよ。ね守備一貫してんのよ。しるんだねやっぱね。うん、なんか物扱いするもんなんやっていう。うん。これ誰の影響でこんなふうになったんやろうな。決して関西の影響ではないというふうにね、うん、関西出身の私が言っておきますよ。 こんな風に扱ったことないよ私は。っていうかキモいよこのプレー何何何何何何っちゅうのこういうプレーって寝取られでもないよな。なでもこれ別にさその何お友達貸さなかったとしても、うん、その彼女と2人で歩いていれば振り返られれば一緒だよね。一緒なんですけどレンタルしたくなっちゃうんでしょ うん、なんかちょっと不思議な感じがするけどまあまあなるほどレンタルっつったって一緒に歩いてぐるぐらいなんだろう違うのもうねそのだからたまに出るその昭和の親父発言やめてほしいんですけどだ <laughs> って昭和の昭和生まれですからね <laughs> 俺だって昭和生まれだよ やっぱね昭和三十四年っていうのはね私五十三年ですやっぱりこうゴールデン昭和ゴールデンカムイならぬ <laughs> ゴールデン昭和の時代ですあのねもうゴールデンカムイあれ明治の話だからあの本間さん <laughs> レンタル知ってただけだろうってもうその発言自体がもう完全にやばいですもうダメです 人間は奴隷じゃないんだから貸したり貸さなかったりとかっていう単位自体がおかしいです <laughs> 私が一月つき万歳ってホんさんこってるとするじゃないですか。ね、でホんさんにいい契約金渡してるからね俺のもんやとほんまりは他に出るなっていう感じにして他の番組に出る時に。 あのちょっと清水さん、本間さんあの出させてもらいたいんですけど、ええよ、ホンんまに貸してやるよ、うちのほんリーをな。とかって言ってるの明らかにやばいやつでしょ、どう考えても。<laughs> おかしいじゃないですか、そういうの。まあ、おかしいよね。ねそれなのに、この人、レンタルしただけで、ダメやろ <laughs> うか、あでそんなですね、ゴールデン昭和の象徴みたいな人がですね、ねもう、我々と比較するのも全くおこがましい。 ゴールデン昭和の象徴にですね実は文春法が炸裂してるんですよお<う>これね時代のまあ松本人志問題って私あの単なる芸能人のスキャンダルじゃなくって女の人が我慢していた昔は我慢していたけどもう今我慢できないから声を上げるっていうですねまあそういう現象の一つだと思ってるんですけどもうねゴールデン昭和もうっていうかもうゴールデンョを形作ってきた一族。 それは何かというとですねトヨタなんですよこのね松本人志のこの文春の記事に並んでね左側が「松本人志5.5件訴状を公開する無罪を請けの広中弁護士伊藤詩織さん談児誌がかん解説」って書いてるじゃないですか右側「巨団レポート」うん「元コンパニオン徴用」「日経新聞拒絶」豊田えー「豊田昭夫」「豊田会長はなぜ不正を招いたのか」「グループ3社で連続発覚」 うん、って書いてるじゃないですか。こっち松本。うん。なるほどな。これちなみにあの豊田明夫さん、うん、えー、1956年生まれ67歳でございます。ま、うん、あ、その人たちはダメだ。その人たちはゴールデンじゃない。いやいや、ちょっと待って、ちょっと待ってる。えっと、ホンマさん1900何年よ60 ?62 年。6歳差ですよ。 あその辺りはやばいやばいってど,どういうこともう演出部真っ盛りでもうやばすぎるんですけどこの話題どういうことなんですかもう <laughs> その辺りはねやっぱりあれあのー、ほらあのー、<は>段階の世代のプラス<ぁ>あのー、ほらあのー、学生運動の慣れの果ての世代なのよ<ぁ>そんな人たちは。は やっぱりちょっと僕らとはね、全く人種の違う人たちであ、あの人たちは。あ,あの、本間さん、段階の世代は昭和22年から24年に生まれた人のことを指すんですけど、<laughs> だいぶ違うんですが、という段階の世代の後ろの。段階の世代、ジュニアって言うんですかあ、そうそう、ジュニア、ジュニア。うん、うんなるほど。でも僕らとは違う。<laughs> <だ>明らかに違う。 段階の世代ジュニアは正確には1971年か1974年に生まれた <laughs> あの世代のことを指すので。違うじゃないか、じゃあ。<laughs> だいぶ違いますよ、<laughs> おばさん。ちょっとあの、だいぶ間違って知識をばらまくのはやめましょうよ。まあいいんですよ、もうどうでもいいんですよ。まあでもゴールデンショーなら間違いないでしょ、うん、トヨタなんだから。いやー、あのー、なんていうの本当にさ、うん、なんていうのかな、この人たち、この会社のね、うん 映像とか俺見たことあるけど、うん、例えばその新入社員の入社式、うん、もう軍隊いきなりさ「きれい!」っですてもうやって「わあ!ー」ってこってみんなで立ち上がって、うん、多分あの訓練3時間ぐらいしたんじゃないかと思うけれどこ、うん、れで豊今日が出てきて「<laughs> おおみんな皆さんあのね、うん、今日はよくあのトヨタに入ってくれました」なんて、うん、言いながらなんかしゃべってるけど。 あダメだこれやみたいな軍隊の。でなんかね。まあ、者が日本を支えてるわけだけだどでその豊田昭夫さんがですね、元レースクイーンや元コンパニオンを立て続けに徴用し、テルト。で愛人なんじゃないかと。うん、という。で、そういう機能不全が起きてきて、結局、ダイハツとか含めていろんな不正が起きてるんじゃないかというふうに。まあもう間違いないよね。<laughs> いやだってさ、これちょっともう。 こうういやーちょっともう吉本興業松本仁志なんかとはねもう桁が違うレベルの権力者ですけど豊田会長見てくださいおお<ー> <laughs> これはいいね楽しそうだな <laughs> これ本当にこれちょっとこれもうなんかえこれ何後ろの段でだからあれなのいやでかいこのお姉ちゃん東京オートサロンの会場、うん、っていう。 ペー君よりだいぶで、え背が高いのこれ。背高いんじゃないですかあまあ、ヒール履いてるからな、っていうのもあるけど、うん、すごいね。う嬉しそうじゃない。いや、その、なんか、えー、っと、こんな感じで。これが皆さん、日本のトヨタ時価総額50兆円超えのトヨタ様でございます。あ,あのー、ね、乾いた雑巾、絞りすぎて雑巾がボロボロになっちゃって、 いろろんなところで不正が起きたっていうだろだってダイハツとかあんだけさまざまな問題起きてんのにさ、うん、豊田くん何の責任も取ってないじゃないだって。でなんかこの豊田さんはあの、まあ、元コンパニオンの文春の元コンパニオンの人がね、うん、ええー、告発してまあ文春の取材に答えてるんですけども、うん、なんかコンパニオンとして出入りしてるとなんかあの。 社長会長トップサポートっていう業務に就かされるらしいんですよ。ほう。<laughs> なんかいいね。それそれ何かっていうところ豊田会長のトップ、うんえー、にこういう美人さんたち、まあ美人さんっていう言い方もよくないですけど、うん、女性たちが、えー、豊田秋吉の身の回りを背負うするのが主な仕事。多くか, <laughs> なんか やばくね。<laughs> トヨタ王陸？そう。いやでもあるだろうね。うん、だから松あの彼有名じゃんほら。南部。まあ南部さんとかもね、まあそう。南部さんも有名じゃない。うん、そういう秘書軍団が周りをね固めるってさ。いやでもねこういうのって松本一志さんが告発された流れとやっぱ同戦場にある流れですよ。 うん、うん。だから、その女の人をこうやって横に置いて、はっはっはみたいなのは、やっぱこれは良くない。うーん。いいや,い,やいいね。いいよ。問題として上がってくるのはいいじゃない。うん。これ。で、何。えー、っと。何？そこでお手つきがあったとかなかったとかって、そういう話なの。これ。 いやそれは「文春を読んでください」という話なんですけどあのまあちょっとトヨタの話長くなったけどやっぱこういう人がねもう告発されるような事態だから、うん、松本さんがまあ、テレビからいなくなりましたとか「文春砲くらってねもうあのよれよれです」とかっていうのはまあ時代の流れの一つとしてもう。 受け入れていくもんなんなだろうなってだってトヨタのこの闇はまたそれでジャニーズとかと一緒ですよ多分トヨタに広告費なんてどれだけばらまいてたか全く分かんないからこの問題とかも別に取り上げられないと思うもんマスメディアではそうだね、うん、間違えいいだってほらそのダイハツの問題とかさ、うん、そういうのが起きた時もね、うん ダイハツの、えっと、要するに首脳陣に対しては、うん、メディアめちゃくちゃ厳しかったけれども、うん、じゃあトヨタに対してトヨタに対してはどうだったかっていうとトヨタの社長がこう言っているっていうそれしかないんだもんいや批判が全然なかったからさ<ー>これ朝日とか読売もみんなそうだよ,うよあの批判はしない、うん、えー、トヨタ社長を うんーとほら要するにほらトップとしてね、うん、グループ会社の総トップとしての手としてはトヨタ社長はこう語った、うん、スワロットウストラは各語りきかみたいな感じのなぜ急に語ってるだけ語ってるだけ語ってるだけで批判ゼロずっとそうだったよね。あ あーだからやっぱりもしょうがねえな、まあでもこれしょうがねえよねだってねトヨタかかららら広告出なくなななくったらもうほんと大変なことになるからねまあ突然のねあのニーチェでびっくりしたかもしれませんけどあれ本当にあれであ,あ,たあってたっけえっ、ー、ともう一回言いましょう「ツアー・ト,ラトゥストライク」だ語りさあ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 こういったっていうふうになると各語りきの方がかっこいいじゃん。 <laughs> あの昔の翻訳だとこう言ったです。うん、で、なんかすごいちゃんとした本なのかなと思って読むとですね、なんか、<laughs> み,た <laughs> みたいな。めちゃくちゃだニーチェ晩年気狂ってんなっていうことがよくわかる <laughs> あの文章ですけど、<laughs> アンチクリストあたりからですね、だいぶニーチェやられてきてですね、ほんと、ほいぶなんか、まあいいや、その話は。いいニーチェの話でもほら つまりそういう感じでトヨタ秋雄かっ語りきっていう風にね、ただそれしかないんだから新聞ってさ、なんでこいつの責任問われないのって話だよね。いや、そうかね。まあそりゃ不正起きるわ。うん。うん。もう間違いないってトヨタの責任だよ。うん。トヨタ秋雄の責任あのまあ引いてはね。まあ最終的にはそうなるじゃない。 いやーそれがなんか何あの、なんかお姉ちゃんあの、お姉ちゃんって言い方もよくないですけども、自分が気に入ったコンパニオンの人をトップサポートけとするトップサポートっていいね。ッさすがに多くとは言えねえから、トップサポート。いや、多くはだって側室だから、ダメダメ、そんな表現はしてないですけど、まあだから、松本人志のこの流れとか、このトヨタのこういうのとか、やっぱり、 あーこれからやっぱどんどん出てくるしそしてまあ松本人志さんに関してはねテレビからついに消滅ということですけど、まあ、なんかあんま困ってる感じしないっすよね。まあ本人は困ってないんじゃないかねはあるだろうし、うん、ただ家族は困ってるだろうあ確かにあぞくはかわいそうだよねうん。うん 本人は金あるから別にいいだろうけどさ、うん、まあそれこそハワイとかさ、うん、行っちゃってねまあでも外には出れないだろうけどね、うん、目立つからねそうね,そうね目立ってるだろうしねでも家族と家族がかわいそうだと思ううんうん、うんうん、ねもともと家族がいる時に起きてる話だっすしかも娘さんとかキモくてしょうがないやろうな大丈夫かいね ね、まあそれこそそ海外脱出だよねまあそれぐらいしかもう手段がないというかかわいそうですけどね、うんうん、いやーなんかねこの松本人志さんの流れでね、まあ、前回もこれちょっと説明しましたけどこの慰謝料で5億円なんですよ経済的な実損害とかじゃないんですよ俺が傷ついた5億円なんですよ あこれこれこうでああでこうでこうで5億円じゃないんですよね。でこれはもうあの途中に出てくる弁護士さんとかもですね指摘されているんですけど極めて異例な数字なんですよ。そういうところ異例っちゅうとなんかあれですけどもう一回正しく紹介すると広中弁護士がこう言ってるんですよね。原告の経済的損害や 休業損害を含めての5億円ならまだ理解できますが純粋な慰謝料としてはありえない金額慰謝料というのはサツピー事件の遺族であっても3,000万円から5,000万円が相場桁を間違えてるんじゃないでしょうかだいぶだからこれ完全に松本さんの裸の王様っぷり、うん、俺がこう思ったんやっていう感じになっちゃうよね。 要弁護士も受けたわこんな数字。そうだよね。うん、まあまあ、まあ、でも弁護士はあの着手金が高くなら何でもいいから別に。<laughs> 大丈夫やな。あまああ,あ,、まあ、あと裁判やってる間にさ、うん、そもそもこの金額に妥当性があるのかどうかっていうさ、うん、そういう議論にもなるじゃないよ、うん、裁判の中でさ。でその時にさ、 どう見ても何つうんだろう説得力のある弁明ができない感じだよね。うん、現状ではね。なぜ5億円なのかっていう、うん、だってそんなの、あのー、検察側から、ごめん、えっ、ー、と、こっち側からの、こっちの弁護文春側の弁護士からさ、うん、そもそもこの5億円の根拠を示せって言われたときにさ。私の魂が傷ついたからである。 これ売審員裁判だろこれ、うん、うんあ売春院じゃねえなんだっけ裁判員裁判だろ、うん、多分、うん、裁判員裁判でさ妻子ある男性がさ、うん、まあとりあえずその最後まで行ったか行かないかは別としてだ、うん、まあ姉ちゃん引っ張り込んでだ でその姉ちゃんになんでやらねえんだって言ってたと。うん、で、それを報道されて、俺は傷ついたんだ。だから強敵を起こせって言って、裁判員がそれで、そうだよなって。うん、ちょっと。思わないと思うんだよね、俺、これは。<笑><笑>どう見ても、ちょっと筋が悪すぎねえか、この裁判。ちょっと厳しいですね。厳しいでしょ、うん ちなみにあの着手金ってどれぐらいなのかっていうとですねこれ弁護士会のホームページに目安として書いてあるんですけど「弁護士会法律相談センターの弁護士費用の目安」っていうところにですね「法律相談で法律あ法律相談センターで法律相談を受けた場合担当弁護士に民事事件を依頼する場合の目安」って書いててまあここに細かく書いてあるんですよ。でこれでいくとですねまあざっくりですけど。 まず1,000万円は超える間違いなくでこの相場で1300倍ぐらいですざっくり5億円だとねうんなんですけどこれはあの平均的な数字ですからまあだから2,000万とか3,000万ぐらいいくんじゃない、うん、すごいねだから田代弁護士的にはうハうは <laughs> うんうわわわわわ その1件だけで2、3年かかずらわっててもいいわな。うん、すごいね。うん、まあ、もうちゃんと払ってたらの話ですけどね。この規定通りで。うん、でも払ってないと働かないからね、弁護士って。うんまあ、ってら成功報酬ってわけでもないな成功報酬も追加であります。なあ。んうん、まあ、だから成功報酬はこれ5億円でゲットできたら。<laughs> まあ、やっぱり二三千万は行くんじゃないかな。どう見ても無理だろってだって前例もないだろうこんなにこんな金額。うん。うん。でもそ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 もが勝てなさそうな匂いしかしないしね。うん。まあでもなんかこうトヨタの話とかもそうですけども、もう本当にこういういろんなね。 あの昔は許されたんだ当たり前だったんだっていうのがどん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 崩れていっている象徴としては、まあ、テレビから消えてもまあ別にそ,それもまた一つの時代の象徴ですからねテレビに出てくる出てこないも時代の象徴ですからまあ別にテレビはさ彼がいなくたってテレビは別になくならないわけでね。うんうん なのすぐに穴を埋めちゃうわけですさ、うん、テレビ的には何ら関係ない別にテレビは何も困らないとう困らないうん、うん、あのまあ一瞬ね一瞬あのやっぱり視聴率がさ下がるかとかさ、うん、そういうちょっと心配はあるけれども、うん、でもまた新しい番組をやってそれが当たる場合もあるからさうん、うん、別にうん まあ、人々の関心がね、埋まっていくんでしょうね。そうやって。うん。うん。そうよ。まあ、どうしてもね、日本に、その。昔の感覚で、トヨタなんてもうそうだけど、昔からこうやってどんどん儲かるかみたいな感じですけど。最近入ってきた、本当に面白いニュースがですね。これ。ロボットの料理宅配開始。ウーバー。これ、料理宅配サービスを展開するウーバーイーツジャパン。と三菱電機が。 歩道を自動走行するロボットによる配送業務で業務提携したなんと3月中には東京都心の一部地域でウーバーイーツのロボットが配達するようになるんですよウーバーイーツって要するにアプリで頼んだらあの普通人間が出前で運んでくれるじゃないですかそれがロボットが運ぶようになる人間がロボットを運んでくるのウーバーイーツの違う違うピザとか運んでくるんですよ マジで。そう。もうどんどん変わってるでしょ。どうやって運んでくるんだ。そりゃ知らん三菱電機に聞いてほしい。<laughs> でも、もう三月からだよ、もう。これ。ええー、そんなできんの?。って思うやん。でもできるんやって。だってもう。始めるんですよ。東京の都心で。運用開始ですから。 ええー、あのロボットってあれが何かシャンコガシャンコガシャンコっていっていやそれは知らんいざ運んでくんの知らん知らんどんなんか知らんそれ多分あのえっ、ー、とえあれですよねあの軍需産業が開発したやつですよねそれじゃないんですよまあでもねこういうふうにどんどん時代が変わってる中で今いつまでもその、まあ、ゴールデン昭和なのか段階の世代なのか段階ジュニアなのかも何でも知らんけど昭和の親父だからしかたないだろうっていうふうにダメ そして尼崎は兵庫県大阪の人は初体験が早いとかでも,もう暴論にも程があるしかもそれを今日関西にまで広げてもせっかくフォローしてごめんなさいって言おうと思ったのにもう2人は誰かは調査してないかなそれ調査なもうちょっと食いつくねだめですよもとい <laughs> うわけでですね本当にあの私も昭和生まれなんで大変気をつけなければならないなと思いますけど 今まで一体どれだけどね、女性が我慢に我慢を重ねて生きてきたのかっていうことを考えるとまあ、そこはちょっと男性としても反省して、えー、じゃあ考えていかないとダメだなというふうに思いましたなわけで今日も読者チャンネル登録でいいねよろしくじゃあねどうも。はい今日もありがとうございます電通と戦う本間龍さんはですね、えー、なかなかメディアラジオいろんなところに呼ばれないんですね で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ、本間さんの本を買ったり、カンパよろしくお願いします。現金も、クレジットカードもどっちも対応します。よろしく、今日も読書。それでは。